そんなことできるわけないでしょ。シャルルさんがいるかもしれないのに。やっぱり寂しいし、シャルルさんがちょっと羨ましいな。なんてね。ぶっぷー、それはダメです。たとえ妹相手でも、そんな風にしたらシャルルさん悲しい気持ちになっちゃうから。だからこれで最後にするね。Thank you.
背中丸めて歩かないでよ兄さん、みっともないな。見てたいくらい。なんかすみません。ごめんなさい。私私実は昨日二人が抱き合っているのを見ちゃって。仲がいいのね、清高くんと姫乃ちゃんって。はい、仲がいいです。ずっと兄さんと一緒に過ごしてきたし、兄さんのことは誰よりも分かってるつもりです。私は兄さんのことが大好きです。だけどシャルルさんなら兄さんを任せられます。鈍感で時々ドジで寝起きが悪い兄ですけど、責任感は人一倍強いです。どうかそんな兄をよろしくお願いします。用事があるから先に行くね。兄さん、イチャイチャしすぎて遅刻しないでよ。やっぱり受けちゃうな。姫乃ちゃん、本当に清高くんのことが好きなのね。私と清高くんが付き合うって知って辛かっただろうな。うん、私負けないね。清高くんモテるから負けないようにしなきゃ。私とデートしてくれるの？
なんだろうね、もう。だらしない顔。まったくです。今からデートだって、もう顔でバレバレですね。別に。別にじゃない。なんだよ、一人で幸せそうに。許せない。往生際が悪いですよ、マスター。だってだって。ちなみに今日のデートって何するの？どこ行くの？何食べるの？いいじゃないか、教えてくれよ。今後の参考にするんだよ。かなり遠い先の今後ですね。忘れますよ、きっと。戻ってきますから、ご安心を。でも兄さん、もし地上に出るなら気をつけた方がいいですよ。今日は一段と霧が濃いらしいです。はい、これから夕方にかけて濃い霧が発生するそうですよ。地上はこっちに比べて少しごちゃごちゃしてますから、交通に気をつけてください。気をつけてくださいね。シャルルさんによろしくです。寮の門が閉まる前に戻ってくるんですよ。清高くん、大丈夫、私も今来たところだから。紅茶専門店でお買い物するでしょ。それから映画はどうかなって思って。違う、そんな怖いの見ません。もう。じゃあ行こう、清高くん。
りにしました。それと紅茶に入れる白爪草の蜂蜜とお菓子はチョコチップブラウニー部屋で一緒にお茶しましょうね。あら、そうだね、行きましょうか。シャルルです。デート中にごめん、ちょっとそっちで事件が発生しちゃって。今シャルルたちがいるところから1ブロックほど離れた銀行で10分ほど前強盗事件が発生したわ。どうやら犯人は魔法使い崩れみたいなのよ。で今そっちの方へ逃走中なので、ちょうどいいから確保をお願い。巴がもうそっちに向かってるわ。私もすぐに行く。くれぐれも怪我のないように気をつけてね。清高くん、ここで派手な魔法は使えないわ。
手をちょっと切っちゃったみたいだけど、他は特には大きな怪我はしてないよ。それよりも清高くんの方が。ありがとうね、私のことかばってくれて。ありがとう、清高くんも背中、大丈夫？そう、よかった。ごめんなさい、私のせいでこんなことに。うん、違うの。私があの時ちゃんと魔法を使えていたら。あのね、清高くん、私、魔法が使えないの。驚くよね。でも本当のことなの。うん、魔力自体がないわけでも知識がないわけでもないの。どちらかといえば基礎魔力も知識も学園内ならトップクラスだと思う。でもね、いろいろあって、今の私は魔法が使えないの。このままじゃいけないって私も思ってるんだけど、なんとかしようってずっと思ってたんだけど、だから今日も清高くんがそばにいてくれたらもしかしたらって思って、それで結局魔法が使えなくて清徳くんに怪我までさせちゃって。それはちょっとね、心因性のものっていうか、私自身の問題だから。
清隆くん。ありがとう。清隆くんはやっぱり優しいね。清隆くんにそう言ってもらえるだけですごく安心する。勇気が湧いてくる。今日だって私をいっぱいかばって助けてくれたし。何言ってるの。清隆くんがかばってくれなかったらもっとひどい怪我をしていたわ。清隆くんはいつも私を守ってくれて、優しくて楽しくて、今でも十分に私の力になってくれてるよ。今日の清隆くん、すごく積極的だ。ドキドキしてきちゃった。ありがとうね。私も清隆くんのこと、本気で大好きだよ。大丈夫？はい、お水。ありがとう。大丈夫大丈夫。背中を誘ってあげるね。ありがとう、お姉ちゃん。ねえ、お姉ちゃん、何かお話しして。お話？どんなお話がいいかな。そうだ。あのね、私最近サンタさんの魔法が上手になってきたんだよ。サンタさんのってプレゼントの魔法？おじいちゃんに教えてもらいながら毎日勉強してるの。昨日ね、これなら近いうちにサンタの仕事も任せられるようになるなっておじいちゃんに言ってもらえたんだ。へー、お姉ちゃんすごいすごい。私いっぱいいっぱい魔法の勉強をして、練習をして、そして世界中の子供たちにプレゼントを配るの。エトみたいにあまり外で遊べない子たちも立ちどころに笑顔になっちゃうような、そんなプレゼントをね、配りたいの。それが私の夢なんだ。素敵な夢だね。お姉ちゃんだったら絶対に叶えられるよ。もっと上手になったらエトにもプレゼントしてあげるから楽しみにしててね。お姉ちゃん、昨日たくさんご本読んでくれたから、今日は遊んできていいよ。何言ってるの。私はここでエトと一緒に遊ぶのがいいの。それに今日は雨だから。外雨なの？知らなかった。静かに降ってるよ。さーって霧みたいな雨。本当？見たいな。それはごめんね。窓開けちゃダメってお母さんが。あ、そっか、そうだよね。じゃあいいや。でも雨見たいよね。大丈夫。お姉ちゃんが一緒にいてくれるし満足。そうだ、いいこと思いついた。雨を持ってきてあげるね。雨を？どうやって？雨をコップに入れるの。それと一緒にカエルも捕まえてきてあげる。本当？見たい見たい。待っててね。お姉ちゃん。
たお薬買えるの？いっぱい飲んでるのにどうして効かないの？いや、私もエトのそばにいる。部屋から出て。いやよ、そばにいる。痛いの？ねえ、何か欲しいものとかない？お姉ちゃん、プレゼントの魔法、もっともっと上手になったんだよ。一生懸命勉強して、修行して、ちゃんとプレゼントが出せるようになったの。おじいちゃんが、もう免許皆伝だなって。だから、エトの欲しいもの、何でも出してあげる。欲しいもの、何かない？欲しいもの？じゃあリンゴが食べたい。リンゴ？そんなのでいいの？うん。そっか、じゃあ待っててね。リンゴだったらキッチンにあったから。認めない。エトの命があと1年だなんて認めない。あの医者がきっと間違っているんだ。また雨が降らないかな。そしたらまたお姉ちゃんが飴をコップに入れて持ってきてくれるのに、小さなアマガエルもたくさん捕まえてきてくれるのに。そうだね、雨は無理だもん。でも他に欲しいものがあったら何でも言って、魔法で出してあげるから。うん、欲しいものか。ケーキとかは？すっごく大きいの。どれくらい大きいの？ものすごくよ、この部屋の天井くらい。そんなの食べきれないよ。そうね、食べきれないね。じゃあ他には何がいいかな。もうちょっと考えてみる。クリスマスイブの日までには何が欲しいかちゃんと決めておくからね。え、それよりお姉ちゃん、手を握っててくれる？うん、いいよ。こうやってお姉ちゃんに手を握っててもらうとすごく落ち着くんだ。私もだよ。エトの手って暖かいよね。こうして女の子の願いは叶って、大好きなお母さんと会うことができましたとさ。おしまい。はあ、すっごく面白かった。
最後は女の子の願いが叶ってよかった。本当だね。ねえ、もしこの童話みたいに一つだけ願いを叶えるとしたら、エトはどんなことをお願いする？空を飛んでみたいとか、海に行ってイルカの背中に乗りたいとか。あ、それ素敵だな。でもやっぱり元気になってお姉ちゃんとたくさん遊びたいかな。山で鬼ごっこしたり、川で泳いだり。あと学校にも行きたい。お姉ちゃんやお友達とかくれんぼするの。そうだよね。それが一番叶えたい夢だよね。ごめん、お姉ちゃん、無理なこと言って。違う、無理じゃないよ。絶対に無理じゃない。してるよ。お姉ちゃんがずっとそばにいてくれるから。大好きなお姉ちゃんをずっと独り占めできてるんだもん。毎日がすっごく楽しいよ。お姉ちゃん、本当にありがとう。相性がいいんだっけ。そっか、どこまで見ちゃった。
それで、そこから先は？そっか。いいのよ。勝手に見てしまうのは仕方ないと思うし。多分、私自身のせいもあると思う。清高くんの見た夢は、確かに私の夢で、私の過去の思い出。大切な、大切な思い出。でも、あれはもうちゃんと思い出になってるから。だから、夢の内容は気にしないでね。ことを言うなんて。そうよね。ごめんごめん。清高くんは私の大切な彼氏さんだから、今後一切弟扱いはいたしません。はい。もしかしてやきもち？そっか。クールな清高くんでも、焼き餅焼いてくれるんだ。証拠？そうね。これでどう？清高くん、本当に焼き餅焼いてるんだ。清高、今度のバレンタインの日に生徒会で企画しているイベントについて意見がある。バレンタインの日に女子がチョコレートを作るというのは別に構わないと思います。でも基本的には全員参加の上、作るのが超巨大チョコレートケーキとかすごく馬鹿げてると思うんです。チョコレートをもらえない男子のために全員に行き届くようにって配慮も別に悪くはないと思います。ただそれをわざわざ全員参加でやる必要はないと思うんです。で、聞いてますか、生徒会役員の清高。もしもし。
が一生懸命話しかけてるのに清高が無視するからです。具合でも悪いとか？じゃあ、ただぼーっとしていただけだと。きっと恋人さんのことで頭がいっぱいなんですよ。ここ最近ずっとこんな感じですから。なに？それは聞き捨てならないな。授業も頭に入らないほど、一体どんなスケベな妄想をして楽しんでるんだよ。俺にこっそり教えてくれ。ケンチ！マスターの自虐ネタのためにもお願いします。当たり前だ。自虐ネタこそ俺の最高の。コウスケ君うるさい。にゃっ、教科書の角って、の、の手が割れた。まだ大丈夫です。スケベな妄想って何ですか？つまり彼女であるシャルルさんを清高のやつが脳内で散々殴り物にしているというわけだ。なんで俺？エッチ、変態、不純性コール！なんで、なんで俺？なんで俺がビンタされたの？サラさんはパニックになっても誰が一番問題児なのかを見極めていたということですね。そんな。それはともかく、本当に大丈夫ですか、兄さん。特に今日は朝からずっとぼーっとしてるようですけど。清高は今日ずっとああだから。そうなの？何かあった？聞くだけ無駄だね。一人でうんうんうなって何も答えてくんないよ。答えちゃうんだ。あれ？するものなの？そんなケースもあるとは思うけど、あんまり聞かないよね。私の場合、特に感覚で使ってるからな。頭でごちゃごちゃ考えるの苦手だし。僕も特に意識したことはないな。こうして息をするのと同じっていうか、普通のことだよね。俺も混ぜてよ、その話題。仲間外れにしないで。まさか清高、
魔法が使えなくなっちゃったの？はいはーい、清高、はーい。事故とかで頭を打って記憶喪失とかそんな感じになって魔法の使い方を忘れるってのはどうだ？ああ、そういうことならありえるかもしれないわね。魔法を自然に使っていた時の記憶をなくしちゃったら使えなくなってもおかしくないわ。これは珍しいんです。マスターのくせにまともなこと言うなんて。あとは自分で使えないようにしちゃうとか。自己暗示みたいなものかな。例えばだけど、過去に魔法で大きな失敗をしちゃって魔法は怖いものみたいな暗示にかかっちゃうとか。魔法自体を信じられなくなっちゃうってのもあるんじゃない？ええ、要は魔法って思いの力でしょ。それってどれだけ魔法の概念を信じられるかって部分が大きいと思うのよ。だから魔法の力を信じられなくなっちゃうと魔法自体を使うことができなくなっちゃうんじゃないかなって思って。ああ、うん、それもありそうだよね。まあ、清高が一体何に悩んでいるのかはわからないけどさ、いつでも何でも相談してくれ。俺にできることだったらいくらでも協力するからさ。ですので私たちと言いますか、うちのアホマスターの精神が壊れる前にぜひぜひご退席ください。私たちそんなにイチャついたりしないよね。ちゃんと時と場所を選んでるよね。まだ手だって繋いでないし。そのやりとりだけで十分にイチャついてるんだってばよ。本人たちに自覚がないのがさらにムカつきを増幅させるのよね。帰りに寄ってみたらどうですか？
思いっきりイチャイチャしながら帰りやがれ。また明日。ねえねえ、ほら見て。今読んであげるね。今回のはね、エトの大好きな冒険のやつ。寝ちゃったか。うん、いっぱい寝た方がいいよね。どうして、どうしてなんだろうね。どうして、なんだろうね。じゃなくたっていいはずなのにね。じゃなくたっていいじゃない。
私に相談？何かしら。
れ様でした。私が魔法を使えない理由、それはすごく明確で単純なこと。清高くん相手だったら夢を預けることに不安なんてないよ。ありがとうね清高くん、そこまで私のことを心配してくれて。でもね、これはやっぱり私が自分で何とかしないといけない問題だと思うから、私自身の力で何とかしないといけないことだから。ずっと何とかしないとって思っていた。魔法使えるようにならないとって、強くならないとって、そう思い続けて、けどやっぱりずっと逃げてきたんだと思う。でももう大丈夫、清高くんにそこまで言ってもらったら逃げてなんていられないもんね。私もっと頑張るから、だから大丈夫だよ。Thank you.
もうすぐお薬の時間だね。うん。ちょっと待っててね。今持ってくるから。クラッとしただけだから。お姉ちゃん、僕は大丈夫だから少し休んでよ。昨日も一昨日もずっと僕のことを看病してくれてて、ほとんど寝てないでしょ。大丈夫大丈夫、このくらいどうってことないって。エトの方が大変なんだから、そんな心配しないの。じゃあすぐにお薬持ってくるね。その後は絵本を読んであげる。このままじゃお姉ちゃんまで倒れちゃうよ。だから僕がなんとかしないと。男子生徒による個人的願望丸出しの要求と女子生徒からの不満ってところが頭痛の種だけどな。まあそれはそうなんだけどね。リアクションの大きさで言えば今までで一番だって言ってもいいくらいだからな。ま、今回は初めての試みってことで女子生徒には少し頑張ってもらいましょう。でシャルル、そっちはどう？報告書の作成できた？あれ？シャルル？もしもーし。心ここにあらずといった感じだね。おい、シャルル。友情というものはなんと儚いものなのだろうか。ごめんなさい、聞いてなかったわ。報告書できたって聞いたの。はいはい、できてます。これとこれの2枚だったよね。ええ、ありがとう。
わよ。あとは私たちに任せなさいって言ってるの。何言ってるのよ、リッカ。まだ仕事が残ってるでしょ。トモエが倍働くって。なんだと。だよね、さっきそう言ったわよね。そうだったかな。頑張る。そんな、何言ってるのよ二人とも。ちょっとぼんやりしてただけだから。大丈夫よ。ちょっとどころじゃないわよ、そのぼんやり顔は。かなり疲れてる。むしろそんな神器臭い顔でいられても迷惑だから、今日は早めに帰って気分転換しなさい。リッカ、ごめん。いいって。あ、清高も一緒にね。当然。はいはい、二人ともとっとと帰って帰った。邪魔邪魔。申し訳ないことしちゃったな。うん、わかってる。でも周りが気づくくらい態度や顔に出てたなんて失敗だわ。清高くんも気づいてた？気を使わせちゃって。どうして？ううん、それは違うよ清高くん。そのことでいろいろ考えてるのは事実だけど、むしろ清高くんがはっきりと言ってくれたからこそ、こうして真剣に悩めるようになったっていうか、むしろ感謝してるんだよ。けど実際にどうしたらいいんだろうっていろいろ考えてて。そうなの、私ってダメだな。自分で何とかするって言ったのに早速周りに気を使わせちゃって。時間がかかるかもしれないけど、いろいろ試してみるね。うん、じゃあ早速。
そうね。こんにちは。どうかしたの？きっとお母さんも早く連れてきてあげたかったけど、本当に忙しかったんだと思うよ。そうだよね。ここで逃げたらダメだよね。私はサンタクロースなんだから。やってみるよ、清高くん。ええ。あのね、うまくいくかどうかはわからないけど、お姉ちゃんがそのおもちゃを出してみるね。みんなには内緒だけど、お姉ちゃん実はサンタクロースなの。うん、そう。そうだね。でも今日は特別。ええ、本当よ。あなたのお名前教えてくれるかな。ルーシーね。じゃあルーシー、その欲しかったものを頭の中に浮かべてみてくれる？うん。名前とか形とか色とか、欲しかったものを強く強く思い浮かべてみて。そしてプレゼントしてくださいって一生懸命願ってみてほしいの。
めんね、私。なくて。うん、ごめんね。次は、今度のクリスマスはちゃんとプレゼントしてあげるから、楽しみにしててね。ええ、約束するわ。清高くんもごめんね。少し休んだら大丈夫になるから。うんうん、清高くんは悪くないよ。悪いのは全部私だから。綺麗だよね。清高くんはもう夢で見て知ってると思うけど、私の弟ずっと寝込んでたでしょ？私の弟はね、生まれた時から病弱だったの。ちょっとした病気にかかるとすぐに寝込んじゃって、それがなかなか治らなくて、治ってもすぐまた別の病気にかかって、それの繰り返しだった。体は徐々に弱っていって、最初は治っていた病気もどんどんひどくなっていって、次第に寝たきりになってしまって、食も細くなっちゃって、体調は悪くなる一方、いろんなお医者さんに診てもらって家族みんなで頑張って看病したんだけど、けど6歳の時のクリスマスイブの夜に弟は死んじゃった。そうね。だって私が弟を死なせちゃったんだから。私が殺したも同然なの、弟。本当なのよ、清高くん。私が弟を殺しちゃったの。疲
少しだけ昔話をしてもいいかな。清高くんには全部話しておきたいから。その日、弟が死んでしまったクリスマスイブの日、弟は朝からびっくりするくらいに元気だった。その頃はもうまともにご飯も食べることができない状態が続いていたのに、その日は朝からいっぱいご飯を食べて、私に絵本を読んでってせがんできたりして、もしかしたら弟の病気は治ったんじゃないかって私はすごく嬉しかった。クリスマスイブだからサンタさんのプレゼントなのかなって、そんな風に思ったりして、私たち以外にもサンタクロースっているんだねってお父さんやお母さんと笑いながら話してたの。楽しい一日を過ごして夜になって、そして弟は私に言ったの。僕、お姉ちゃんからクリスマスプレゼントが欲しいなって。それもまた嬉しかった。いつ聞いてもお姉ちゃんがそばにいてくれるだけでいいよって言っていた弟が、初めて私にプレゼントが欲しいって言ってくれたんだから、弟に頼ってもらえたことが嬉しくて、弟のために自分の魔法が使えるのも嬉しくて、そしてその日はクリスマスイブだったから、サンタさんとして初めての仕事ができることも嬉しかった。本当にこれは別のサンタさんがくれたプレゼントなんじゃないかって思うくらい幸せな一日だった。私がプレゼントの魔法を使う、その時までは。私ね、浮かれていたんだと思う。弟からプレゼントが欲しいって言われて、初めてサンタクロースとしての仕事ができるって思って、これで全部うまくいくって思って、弟の病気も治ったんだってバカみたいに浮かれてはしゃいで、それでね、12時ちょうど、日付の変わるその瞬間に弟の願いを叶えようとしたの。ベッドの上で私のことを見つめる弟は穏やかな笑顔で、私はそんな弟の手を握りながら魔法を使った。弟が欲しがっているものなら何だって出してあげる。今までで一番張り切って魔法を使った。その結果は弟の死だった。何が起きたのかわからなかった。今でもどうしてなのかわからない。ただ私が魔法を使って弟の体が光に包まれて、弟はずっと穏やかな笑顔のままで、私の手を握りしめたままで、そして眠るように幸せな夢を見るようにして目を閉じた。その目はもう二度と開くことはなかった。失敗しちゃったのよ、私の魔法。一番大切な時に、一番大切な相手に向けて送ったプレゼントは最悪の結果を招いてしまった。お父さんもお母さんもそんなことはないって、私の魔法でそんな現象起こりえないって。だから弟の死は全く別の要因があって、私の魔法は関係ないからってそう言ってくれたけど、でもそれ以来怖いの。またこんな風になっちゃうんじゃないかって、どうしてもあの時のことを思い出してしまって、どうしようもないくらいに怖いの。このままじゃいけないって
自分でも分かっている。何とかしようってずっと思っている。サンタクロースとしてのお仕事は私の夢。世界中の子供たちに私の魔法で笑顔を届けてあげたい。弟に届けてあげることのできなかったプレゼントを届けてあげたいって、そう思って。でもやっぱり怖いの。そう刺したままぼんやりしてお行儀悪いですよ、兄さん。おはようございます。なんか元気ないですね、兄さん。そうですよ、ごまかそうったって無駄です。兄さんのことなんて私にはバレバレだから。そうなの。一体兄さんと何年一緒にいると思ってるんですか。兄さんが元気ないってことはシャルルさんと喧嘩でもした。じゃあ何。Thank you.
兄さんは諦めるわけ？簡単じゃなかったら諦めるわけ？だったらそんな辛気臭い顔してないで、自分にできることを一つ一つしていけばいいじゃない。私の知ってる兄さんはそういう人だと思います。私の好きになった。だからほら、もっとシャキッとしなさい。シャルルさんのこといっぱい幸せにしてあげてください。私の兄さんがそんな甲斐なしだったら私が恥ずかしいですから。兄さんはずっと私の兄さんなんですから。思い込みってのは確実に視野を
何事だ？どうしたんですか、清太くん。Thank you.
こんにちは、お兄ちゃん。はじめましてかな。この姿でちゃんとお話しするのは初めてだもんね。うん、そうだよ。うん。お兄ちゃん、すごいね。こんな魔法が使えるなんて。こうしてまた誰かとお話しできる日が来るなんて思ってもいなかったよ。うん、僕にわかることなら何でも。うん、人間としての僕は死んじゃってるよ。そして魂だけが残って今のトナカイの姿になっているの。そうだよ、お姉ちゃんの魔法によって今の僕が存在してるんだ。結果的に言えばそうなると思う。それも結果的にはそうだよ。結果だけを見れば間違っていないから。うん、何度も話しかけてるんだけどやっぱり通じてはいないみたい。してもいいかな。お姉ちゃんをね、ここに連れてきてほしいんだ。うん、無理かな。どうしてもお姉ちゃんに伝えたいことがあるんだ。ね、お別れ。そろそろ限界なんだと思う。僕がこっちの世界にとどまり続けるのは、最近起きてられる時間が減ってきてるっていうか、気がつくと意識のない時間も多くて、時々自分の存在が曖昧に感じることもあって、だから今のうちにちゃんとお姉ちゃんにお別れを言いたいなって。うん、無理だと思う。今のこの状態だって奇跡みたいなものなんだから。だからこれ以上は無理。というかね、お姉ちゃんのためにもそうしないといけないの。お姉ちゃんは過ぎてしまった過去ではなく、明るく幸せな未来に向かって歩いていかないといけないんだから。だからね、お兄ちゃん、バトンタッチ。お姉ちゃんはお兄ちゃんと出会って、お姉ちゃんの心の中にお兄ちゃんの居場所がたくさんできて、そして
僕の存在は、役目は終わろうとしている。お姉ちゃんは気づいていないと思うけど、お兄ちゃんならこの意味、わかるでしょ？してお姉ちゃんを任せることができるから、だからお姉ちゃんお願いします。
彼氏さんに一緒に寝てくれってお願いされたら断れないよね。それで私はどうすればいいの？それで清高くんが夢の中で私に会わせたい人って誰？清高くんは彼女さんに隠し事するんだ。そっか、サプライズか。わかった。じゃあ期待してるね。できないからね。トナカイの姿って、じゃあエトは本当にエトだったの？うん、そうだよ。エトを、ごめんなさい。エト、私魔法でエトのことを。違うよ、お姉ちゃん。あれはお姉ちゃんが悪いんじゃないよ。お姉ちゃんは何も失敗なんてしてない。あれはね、全部僕のせいなんだ。
僕があの時死んじゃったのは、僕がそう願ったからなんだよ。エトが願った？うん。あの日ね、僕の命をなくしてくださいってお姉ちゃんに願ったんだ。そんな、どうしてそんなお願いを？僕がいなくなればお姉ちゃんが幸せになれるって、そう思ったんだ。僕の病気はどうやっても治らない。それは僕自身が一番よくわかっていて、それでもお姉ちゃんは毎日僕を看病してくれて、お友達と遊んだり勉強したり、そんな自分のことは全部後回しにして、寝る時間も削って僕のために、自分がフラフラになりながらも僕のためにって、それがすごく嬉しくてね。お姉ちゃんのこと大好きだからすごく嬉しくて、だから辛かったんだ。このままじゃお姉ちゃんはダメになっちゃうって思って、大好きなお姉ちゃんが僕のせいでダメになっちゃうって思って、それで思いついたんだ。クリスマスの日にお願いしようって。お姉ちゃんを僕から解放してあげてくださいって、お願いしようって思って。そんな、私はエトから解放されたいだなんて、大変だなんて一度も思っていなかった。うん、知ってる。だからそうお願いするしかなかったんだ。お姉ちゃん優しすぎるから、優しすぎて無理しちゃうから、僕の大好きなお姉ちゃんを守るにはそうするしかないって僕は思ったんだ。そしてお姉ちゃんのプレゼントの魔法は僕の願いを叶えてくれた。でもね、薄れていく意識の中でお姉ちゃんの泣き声が聞こえて、ボロボロ涙を流す顔が見えて、それでダメだって思っちゃった。このままお姉ちゃんを一人にしちゃったら、お姉ちゃんすごく傷ついちゃうって、その時になって初めて気がついた。だからどんな形でもいいからお姉ちゃんのそばにいたいって最後にもう一度願ったんだ。そしてその願いは叶えられた。これが二つ目のプレゼント。本来であればありえない奇跡の魔法。僕の魂は小さなトナカイのぬいぐるみの中に入って、そしてお姉ちゃんのそばにいることができた。ずっとそばにいてくれたんだね。ずっと伝えられなかった。僕がエトだよって。お姉ちゃんは何も悪くないよ、何も失敗なんてしてないんだよって伝えたくて、でも伝えられなくて、だから全部僕のせい、ごめんなさいお姉ちゃん。ずっと不思議に思ってた。いつの間にか
私のそばに小さなトナカイがいて、ずっとそばにいてくれて、なんだかエトの面影と重なって姿は全然違うのに、そう思えて。僕ね、トナカイになってお姉ちゃんとたくさん遊べたよ。ベッドの中でずっとしたいって思ってたこと、たくさんできた。そうだね、追いかけっこもしたもんね。うん、空から降ってくる雨も見たし、カエルもたくさん見た。行けなかった学校にもお姉ちゃんと一緒に行けて、いろんな人とも出会えて、本当に楽しかった。うん、楽しかったね。こうしてお姉ちゃんとお話しすることもできたし、これでもう満足。これでもう満足って何言ってるの？せっかくエトがエトだって分かったんだよ。これからもずっと一緒にいようよ。昔できなかったことまだまだたくさんあるよね。私何でも付き合うよ。エトのしたいこと何だって。ふん、僕もうそろそろ限界なんだ。限界って何を言って。もともとね、奇跡だったんだよ。こうして僕がトナカイの姿になってとどまれたのは、本当だったらあの時天国に行ってたはずなんだから。でもその奇跡もそろそろ時間切れ。今までの時間は夢みたいなもので、夢はいつか覚めるもの。僕も、そしてお姉ちゃんも、本来あるべき形に戻らないといけないんだ。もう大丈夫だよね。お姉ちゃんにはお兄ちゃんがいるんだから。いや、やだよ。せっかくこうしてお話できたんだよ。それなのにもうお別れなんて、やだよ。もうわがまま言っちゃダメだよ、お姉ちゃん。そんなんだとお兄ちゃんに愛想つかされちゃうよ。だって、だって。できればもっとお姉ちゃんのそばにいたいよ。でもやっぱり無理なんだ。だから今度こそ。今度こそ僕を天国に送って、お姉ちゃんの魔法で。子供たちがお姉ちゃんを待ってるよ。お姉ちゃんの
プレゼントの魔法を。私の魔法で世界中の人たちを笑顔にしてみせるって。僕みたいな外で元気に遊べない子供たちも立ちどころに笑顔になれちゃうような、そんなプレゼントを配るサンタさんになるんだって。そう言ってたよね。僕そのお話を聞くのすごく好きだったんだ。私最近サンタさんの魔法が上手になってきたんだよ。サンタさんのってプレゼントの魔法？うん、おじいちゃんに教えてもらいながら毎日勉強してるの。昨日ね、これなら近いうちにサンタの仕事も任せられるようになるなっておじいちゃんに言ってもらえたんだ。え、お姉ちゃんすごいすごい。私いっぱいいっぱい魔法の勉強をして練習をして、そして世界中の子供たちにプレゼントを配るの。エトみたいにあまり外で遊べない子たちも立ちどころに笑顔になっちゃうような、そんなプレゼントをね配りたいの。それが私の夢なんだ。素敵な夢だね。お姉ちゃんだったら絶対に叶えられるよ。うん、もっと上手になったらエトにもプレゼントしてあげるから楽しみにしててね。そしてずっと思ってた。きっと世界には僕みたいな病気の子はいっぱいいて、毎日ベッドの上で退屈な時間を過ごしていて、僕にはずっとお姉ちゃんがついていてくれたから毎日が幸せだったけど、他の子にはお姉ちゃんみたいな人がいるとは限らないから、だからお姉ちゃんがそんな子たちを笑顔にするプレゼントを配るサンタクロースになるのが夢って言ってくれて、すごく嬉しくて、すごく誇らしくて、それは僕の夢でもあったんだ。だからその第一歩として、もう一度僕にプレゼントをちょうだい。もう一度お姉ちゃんが魔法を使えるように。ここからやり直そう。お姉ちゃんのサンタさんとしての最初のプレゼント、僕が欲しいな。勉強して授業してちゃんとプレゼントが出せるようになったの。おじいちゃんはもう勉強会計だなって。だからエトの欲しいもの何でも出してあげる。エト欲しいもの何かない？そうだよね。私
サンタさんだもんね。私のプレゼント楽しみにしてくれてる子たちがいっぱいいるんだもんね。うん、世界中にいると思うよ。うん、実はもう一人約束をしてるんだ。約束は絶対に守らないといけないよね。してると思う。だから約束は守って、その子を笑顔にしてあげて。エトの願い、何だって叶えてあげる。だって、あたしはサンタクロースだもん。大丈夫。カピじゃあ、エトの願いを叶えるね。カピン。カピピ。泣いてなんかない。だけどまだ振り向けない。君が滲むよ。さよならは。じゃあ始めるよ。カピ。さよならすることごめん。君といた季節いつも今までありがとうね。私はちょっとエトのお姉ちゃんできてたかな。カピ。私もエトが私の弟に生まれてくれて本当に嬉しかったね。嬉しくてね。いつ生まれてくるのかな。明日かも、明後日かなって。毎日がすごく楽しみで。生まれてくれた日は、本当に嬉しくて。ちっちゃなエトを見て、これから私は、お姉ちゃんになるんだって。だからエトのこと、いっぱい幸せにするぞって。そんな風に思って、エトは、You make
幸せだったかな。カッピー、いつの日もそばにいて同じ夢見たかった。これからはエトの代わりにたくさんの人たちを幸せにするね。私のこの魔法で立派なサンタクロースとして。一生分泣いたって感じがする。ありがとうね清高くん。清高くんがいなかったら私ずっと自分を責め続けたままだった。そして魔法もずっと使えないままだったと思う。本当にありがとうね。私の彼氏さん清高くんで本当によかった。ねえ、清高くん。何か欲しいものはない？うん、プレゼントしてあげる。私の魔法で。そんなのはいくらでもしてあげるよ。嫌だって言われてもいっぱいしちゃうし。
本当かな。それじゃあ、って、そうじゃなくて、清高くん、欲しいもの言って、あたしが魔法で出してあげるの。そうなんだ。わかった。じゃあ他には？どうぞ。これが清高くんが願ったものよ。ん？あ、トナカイのぬいぐるみだ。大きいのが2つで、小さいのが1つ。まるで親子みたいね。やだもん、清高くんたら、こんなこと願って。まだ気が早いわよ。もう、清高くんたら。これから先も、ずっとずっと清高くんと一緒にいて、将来こうなったら、生まれてくる子供の名前は？でも、清高くんとの将来か。で、子供は一人でいいの？だって、清高くんとの子供だよ。あたし、たくさん欲しい。それで、一人一人に、人を幸せにする魔法を教えてあげるの。みんな、きっと個性があるから、いろんな幸せにする魔法が使えたらいいな。うん。それで、世界中の人たちを幸せにしてあげるの。素敵だと思わない？ね？清高くんの魔法の才能もミックスされて、きっとみんな、いい魔法使いになれると思うの。ん？幸せな家庭を、築こうね。